じいさんどうしたんだ。はい。おお、闘技場でお主の快挙をしかと見届けたぞ。お主がゲイリを倒せるとは思わなんだ。興奮したぞい、あの試合あんたも見てたのか。喧嘩殺法なんと言われておったが、なかなか武の理にかなった戦いじゃった。しかしまだまだ荒削りじゃ。武の心に至っては全く理解しておらん。お、何が言いたいんだ。うん、ちと唐突な提案なのじゃが、わしの弟子になってみんか。場合によっては100倍ぐらい強くなれるぞ。分かった、いいだろう。お、弟子入りするか。では今日から古巻の弟子を名乗るがよい。あ、小牧ね。小牧宗太郎と申す。名前も知らぬのに弟子入りとは豪太のやつじゃ。で、小牧のじいさん、あんたはさっき俺は武の心を理解してないとか言ってたが、あんたがそれを俺に教えてくれるっていうのか。まあ待て、物には順序がある。これからお主には小牧流をみっちり仕込んでやるわい。我が流派は江戸時代から続いておってな、あらゆる相手を素手で制するのが特徴じゃ。今の世でも十分通用する技だぞい。うん、はあ、何から教えるべきじゃったか。よし、決めた。手始めにお主には護身の術を教えることにするぞ。護身術だと。お主のその顔つき、とても平穏な生活を送っている者には見えぬ。大方カムロ町で腕に覚えのある男たちと命のやり取りをしておるじゃろ。まあそうだ。先ほども言った通り、お主は30年ぶりの弟子じゃ。そんな貴重な男をみすみすしないとされるわけにはいかん。ここに通ってもらうため、通ってもらうためにも生きててもらわねばの。うん、まあ強くなるなら断る理由ない。ありがたく教わるとしよう。うん、最高の護身創生自身ぜよ。その名も小牧流火縄封じじゃ。そうじゃ。なるほど。うわ、しょい。おおおお、いって、めっちゃ撃たれてんじゃん。おお、これからピストル持ったやつら出てくんのかな。ん、この技で命を落とす可能性がぐっと下がるぞい。陶器を貯めることも忘れてはならんぞ。次回来るときは木刀を持ってくるがいい。我が流派の基礎を学ぶには木刀が必要なのだ。はあ、なるほど。能力強化竜、ほうほうほう、ちょっと見てみようか。能力強化、竜、あ、これね。あ、これか。小牧流、ははは、木刀を用意する。闘技場の景品、はあ、闘技場の景品、闘技場の景品、あ、めっちゃあるな。あ、こうやって行くのか。ははは、なるほどね。 OK。 というわけで、こんにちは、あたりです。え、言ったっけさっき。まあいいか。ストーリー進めます。行くぜ。どうした？なんだ？ん？誘拐されたとかそういう感じかな。それがあんたの息子か。おう。キリュウ、お前いつからそこに？いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かね。はあ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。ん？はあ、え？あば、え？なるほど。羽を助けてやるか。とりあえずバッティングセンターに向かおう。よし、行くぜ。あれ、どういうあれなんだろう。息子さんが駆け落ちする的なあれかな。あー、でもあれか、
組長の娘って言ってたから、あれか、息子が、まあ、彼女を連れてちょっとこの町を出ようとしてるんだけど、まあ、あ、なんだ、旦那、旦那じゃないですか。あ、青木だったっけ。お、俺ですよ。え、もしかしてお前、あ、田村かそうです。いやー、お久しぶりです。はい、お久しぶり。お前、死んだはずだったんじゃ。確かに。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。ははははは。青木からでも聞いたんですか。はい、そうです。ああ、そうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだってさすが花屋さんだ、完璧に情報でっち上げてくれたんですね。ほう、どういうことだ。実は5年前、西の河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。なるほど。でもどうして死んだなんて嘘。まあ、俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。なんで。わかった。それじゃあまた。お、なんかあったらまたな。じゃあバッティングセンターに向かうか。よし、バッティングセンターに到着したぜ。いた。ん？何の真似だ。くそ、教官逃げろ。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは今日かは俺が幸せにしますってな。何かこういうこと言ってんだ。やるしかねえんだ。たかし。はい、はい、極み空中コンボだと。極み、今の極み初めて見たな。ラッシュコンボ、ラッシュスタイル使わないからな。見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた後部組。違う、訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった。強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お、うん、雇われたチンピラかな。高志、お、お前チーム抜けるってよ。ああ、そういうことか。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこら。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。そうだ、ひねくれたカーブをな。おう、だと。行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。お、おい、一つ貸しとくからな。
行くぜ。バットどっか行っちゃったぜ。ビーキング、えいチンピラ行くぜ。はいはいはい、やったぜ。クソが。おい、タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。なんと。親父の？組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。あのカバンの中がそうか。手間のかかるガキだ。よし、デボラへ向かうぜ。デボラ、デボラね、ここかな。デボラあったぜ、行くぜ。おい、タカシを見なかったか？あっちか。おお、いるな。上か。あれ、なんかビップルームみたいなところにいるかな。ん？なんだ貴様。アトベ組か。あれ？あれ？どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢。そうよ。申し訳ありませんが、力ずくでも。タカシは、タカシはどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。おっとっと、そんな。違う、殺されちゃうな。私が一人でお金を持ち出したんだから、タカシは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこら。お、なんだ。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引こ出ろ。そうはいかねえ、あんたらそうはいかねえ。殺しかねえからな。やかましい。うわっ、うわっ、おう。死ぬ気か、おめえ。じゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。ドス持ってますよ。おうおうおう、アトベ組組やるってな。ほい、なんか落としたぞ。一人片付けたな、早速。どりゃっせい、いなくなったね。行くぜ、おりゃ。ドス持ってるよ、ドスおり。行くぜ、おい。はい、ロッセイ極み。タカシ。ああ、取った金は置いてけ、ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよタカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その。ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。
親父もそれが不憫でならねえと。たかし？俺。あ？俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、頑張って。絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？ん？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。なんかいい話で終わったな。サイの河原へ向かえ。